松が、霊城は、栃木県八板市大和座城、大田小事古城にあった、戦国時代の日本の城、岡本市の居城、15世紀末期の築城、慶長2年廃城、城下町の名を取り松小屋城、あるいは上大田城などとも呼ばれる。栃木県の中世上館跡によれば、栄少年間に塩谷高綱によって築かれたとされる。一方、 文明十年正月十八日、宇都宮正綱の四男や五郎が養子として、塩谷市に入った際、不賀郎として、岡本重地下が塩谷の地にやってきて、居城として築かれるとも言う。具体的な年代は不明であり、塩谷の地に入って、すぐに築かれたとは考えがたいが、文明十年以降の十五世紀末期のうちに築かれたものと考えられている。重地正重。 マサチカと三代を経て、松が、霊城が戦場となることは一度もなかったが、二代正重、また、マサチカが一時塩谷家を追放されていた、天正十三年三月二十五日には、マサチカの弟子衆が、那須氏との戦いで討ち死にするなど、城主には、不遇が多かった。ただ、松が、霊城は、城地が狭く、天然の水堀となっていた城の東を流れる、 中川は、通称、バカ川と呼ばれるほどに反乱を繰り返し、城下の松小屋の人々を苦しませていたため、塩谷氏から独立すると、正さは居城を泉城に移し、松が霊城を波状とした。しかし、城があった山は、寺地山、寺中山などと呼ばれており、松が霊城の南側にあった岡本氏の急母大寺である、寺工寺は、現那2年まで存続していたため、 廃城後も自行寺の敷地という名目で、実質的には有事の際に使われる爪城、あるいは尋城などとして、寺が廃寺になるまで機能していたのではないかと考えられている。岡本衆については、正近が塩谷の地を追われていた、わずかな期間に上主であったと推定される。したがって、最後の上主となるのは、正近である。松が、 霊女主格広報の堀切、八板氏によると、城跡は、自中山、寺地山、城山、古城などと呼ばれているが、城下町である松小屋が城の廃城後に衰退し、現在は完全に廃村となってしまっているため、当地が城跡であることを知る人は地元でも少ない。ただ、城郭以降は一部を除いて、ほぼ完全に残っている。その主格には、かつて、 あたこ神社が建てられ建てつられていたが、大正時代に入って、城の北東にあるほうきね神社に合資され、その祖先などが残るのみとなっている。また、城石の西側には、山の斜面を沿うように、東北自動車道が走っている。栃木県教育委員会事務局文化課編、1982年、八いた市編集委員会編、八いた市市焼いた市、1981年、 ありがとうございます。